against your virtual enemy. しぶといですね。それより、リナさん、辛い話を聞いてくれ。言い訳なんて、真実を包み隠さず話すことです。飲んだという飲み物の、しかも私も今は、当時の私は犯人。これがその証拠です。この絵日記は、当時の私は犯人の巣。警察の人もそれを信用。リナさんの絵日記には手を。そうなると、睡眠薬が入っていて俺が不利になるようなこと。そうなると、でも一体どういう。あなたが犯人。この絵日記には客観的な矛盾がある。天気だ。内容はともかく、天気が明確に。この新聞が何を意味するかは、8月25日付の新聞、つまり8月。でもリナさんの日記には、間違い。まだだ。絵日記の8月24日は本来8月24日が書かれる。ページが破かれた跡がある。破かれて次のページに20。確かに、これは推測だが、でもその後何らかの。そして君は後からこの、あなたの想像でしょ。ページが破られていることは、俺の言うことが間違っているとも言い切れない。後から書いたから、天気が曖昧。数日前程度でも、その日罪を逃れたいがための。Charge.
足りないんだわ。次は容赦しません。リーナさんを説得するには次はきっと、クソ、なんとかして。 Virtual enemy defeated. Pilot vital signs normal. Commencing transfer to next battle sequence.家族が殺され、それは俺じゃない。あなたの、きっと逮捕された俺のことを俺がやったものだと思い込んだんだ。信じてくれ、リナさんが事件違う。募集されて、あるよ表示。リナさん、俺たち囚人は執行に、その時その手紙改めて聞き、ここに書いてあること、俺はポストに家の鍵を入れることに、なのにこの手紙を書いた奴は、いえそんなこと、それに逮捕された後、そもそも俺の部屋になかったものばって思う、考えても手紙を書いた奴、つまり囚人の中にいる。そんな紙、それはそう、もう五択はいい。あなたが犯人でなかったら、私はずっと家族を捕まったのに、犯人が罪を認めないとき、恨もうにも恨みきれないじゃない。このゆるキルランドで、あなたが罪を認めてくれさえすれば、あなたは犯人じゃなきゃいけないのよ。これを見なさい。表示させん、これが配達の担当エリアだったら、あの、あなたはこの人たちの殺人犯じゃなきゃいけないのよ。一
認めてよ、認めて死んでよ。認めろ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 。心ウォールと似ていますが、ここ数が増えて、これを全部やってやる。また移動した。いやブンブン、ここは心リナ様が真実だと認識している。つまりここを進めば。否定はしません。そもそも戦国様ってメイズと名付けたくらいで、二人にとっての正解を目指す。二人にと、俺は小さい頃リナさんで会ったことがある。リナさんは復讐にと、俺も刑務所で苦しい。リナさんの悲しみの仮に俺が生き残ったと、リナさんはその先もしここで殺そう選択して俺を切る。もしかすると、どうせ俺は。それでは違う。真犯人は分からない。でも俺以外に誰かがいるんだ。死ぬようなことになっても彼女に手をかけさせちゃいけない。彼女は復讐にとらわれ、それでいいのか。彼女は生きるべきだ。幸せにならなきゃいけない。どうせ俺は一生投獄されることが決まってる。だったら、そもそも俺は冤罪だし、
謝罪したところで今さら何の意味もない。俺ができることがあるとすれば、中心部。あれを壊せば死んで、死んでよ。ああ、分かったよ、リナさん。このロボットに乗ったリナさんを倒さなければ、リナさんは俺を殺したら、そうなったら納得してもらう。その方法は、だが、リナさんの手で殺させはしない。俺は死ぬために君を倒す。二人とも、いかがでした？ご満足いただけ。お二人とも一汗かいて。さあ、リナ様、許す。わ、ヒル、答えをどうぞ。答えは決まってる。戦国様には。うわ、何をされているんですか。力ずくで許。そうしようとしてんだよ。はあ、一体何。おい戦国様、そのためにやってんだろ。おかしい。頭は冴えてるよ。だからリナさんは、このゆるキルランドから帰れ。そして普通に生きていけ。俺みたいな奴の命でも、人なんて殺しちゃいけないんだ。演技でしょ、そんなことをして。だからゆるキルパスポートは置いて出ていけって言ってんだよ。皆さん、もう
讐なんて忘れろ。俺が死んでも気にすんな。悲しみも寂しさもあるだろうけど、一人の女の子として幸せになれ。あなたが言わないで。それもそう。あちゃー、リングが作動しちゃいま、毒針。起きてよ。ゆるキルジャッジメント終了。俺は生きてる。なんで生きてる。毒針。戦国様は、ファイアーハウスの1階で瓶に入って2回目のやつです。あのリナさんにやれ。あなたがあそこで飲んだのは、あれは救済措置。ゆるキルアトラクションの序盤ですから。純粋な似て。いやリナ様が戦、あなたが飲んだのは、そしてあなたが首にしていたゆる毒効果が残っていたんでしょうね。いやなんたる。さっき戦国様が外してしまった、毒を中和させていたとしても、おっしゃると。俺はリナさんが俺を許、執行人が選んだのは、お二人は見事に。じゃあリナさんは俺。そうです。あなたはその上で私のために死のうとまでした。あなたのこと、あなたの言ったことには疑問に思う点も。もし私があなたを今殺してしまったら、執行人はこの、でも私がここに来たのは、でもあんなゲームの後のあなたの行動。皆さん、それにあなたが言うように、私にはその家族のために、どの道このあなたの真犯人を見つけたいなら、私とあなたは。リナさん、くっつかないでください。いた。今の衝撃。それでは、なんだここは。本物の火の、こんなことでうろたえる私ではない。はいですわ、お兄様。うーん、扉が開かな。待ってくだ、お兄様の邪魔。私は、よし話せ。簡潔か、自分勝手。でもビッグ、ところでお、なんだ。違いますよ、本来であれば実はお二人の分は。何何分。オフでは、なぜここに。ついや、ただの案内に。敵と、とはいえ大量殺人チーム。まあさ、ご覧の通りゲートキーパー。待て。え、さっき大量殺人チーム。そうですけど。ではプラス。はい、あの男のために用意された。あと、それに火が多くて、あ、どうせこの後もっと。いや、でもあなたたち。お黙りなさい。私たちのために個別に。お兄様が嫌と言って。まあいいでしょう。とにかく他のじゃないと。地図をパスポートで見れるようにして。それでは私。よし、では次のアトラクション。はいですわ。勝ち残った一人は冤罪を晴らすことができる。兄さんを殺すなんて一言も言ってないだろ。あたしが誰か忘れてない。オッケー、二人とも死んでもらおう。今の神楽に話は通じねえ。事件記録、無事に終わるなら何でもいいです。もう限界だ、このままでは死んでしまう。つまらないです。すっごい建物だね。壮観ですね。誰にも共感されなくたっていい。だから頑張れるんじゃない。覚悟を見せてください。そっちの少女に見せるようなものではない。君だけで来るんだ。事件をかすめ取ろうとしているのですわ。
これは人形じゃない、本物の死体だ。許す、おわ、切る、ゆるキルジャッジメントスタートです。冤罪執行遊戯ゆるキル。Thank you.